ミーキャンプ。奥多摩方面に向かっていて、たまたま電車空いていたので、いつもの電車事情を撮ってみました。階段しか降りる手段がないので、10キロのカートを持ってせっせと降りていきます。さんが大はしゃぎしていて、その声がちょっと面白いなと思って笑ってるのと、単純に自然と川に癒されてます。早送りします。今からです。はいはい、はい、ご来場は電車でよろしいですか。はい、はい、で後ろの坂下がりまして河原行きましたら、はい、左の方にテントがあってください。はい、貼ったらこちらを来てください。わかりました、ありがとうございます。お家の車すみません、変えたけど一旦見広げます。水地場やトイレの近くにしました。本当は川の一番近くにしたかったんですけど、2段ぐらいなんですか、石の段差があって、それで私夜中とか足くじいたら嫌だなと思ったので、安全地帯に撮影することにしました。やり直します。今回は本当にペグが入る地面で良かったです。逆に入りすぎて緩いところもあったので、そこはペグの上から大きな石を置いてとか工夫して対応してました。他の河原だと飯能河川とか氷川キャンプ場がペグがチタンペグ、いや歯が立たなかったので、そういう意味では今回本当にワンポールでペグ打ててよかったなと思います。前日単造ペグじゃないと思って急に焦り出して、もう夢にもなんかテントが設営できない夢ばっかり見てたので、本当に安心しました。地べたキャンプをやっていきます。去年ぐらいから憧れはあったんですけど、夏場だと下に石がうじゃうじゃいたりとか、冬場だとお尻冷たくなっちゃうので、今の時期が良いかなと思ってあるものでやっていきたいと思います。これは手頃なテーブルのような石を見つけました。かわいい。設営する前にご飯浸水させればよかったなと後から後悔しました。地べたキャンプといっても物はハイタイプのものばかりなので、そういう意味ではちょっとサイズ感というか高さなどが全然合ってないような感じになりますが、あくまで個人的に楽しんでるので見守っていただけると嬉しいです。
ちんと浸水してる気がします。今日は豚汁と炊き込みご飯を作ります。これ洗って炊飯を洗ってお水流して入れ替えます。透明なシートの上でネギを切っているんですけど、これは100円均一だけど500円したカッティングシートです。アルミホイルみたいなああいう筒状のものになっていて、好きなサイズに切ることができるので、このサイズのものを切って2枚持ってきました。豚バラとか脂が多いものを切る予定だったので、まな板がちょっと何ですか、油で汚れが落ちない可能性があったので、この上で切っていきます。今回のキャンプ場もですけど、お水しか冬場は出ないとどうしても油が固まって汚れが落ちないとかっていうのがあるので、このシート便利だなと初めて使ったんですけど思いました。初めて使うシリーズ第2弾です。ケースがめちゃめちゃ硬いのでそれだけが難点ですが、開けてみると可愛いです。可愛い。今まではメスティの高さのものは持ってたんですけど、オーディ缶用のサイズのものがなかったので、いろいろ調べてこのカラーにしました。めっちゃ可愛いです。ダッシュパックを入れて蓋して少し時間を置きます。少し肌寒くなったので防寒対策します。半袖からそれ言うのかよって感じですね。アタッチメントとの距離が近いので、豚汁を作りながら体全体が温かくなってきます。きちんと今回は蒸らしも完了して、開けます。おいしそう。缶詰あんまり食べたことないので味想像できなかったんですけど、とっても美味しかったです。これ一番美味しい。
ってほしい。1合炊いて、本当は今日のお昼と明日の朝食べるっていう予定だったんですけど、もう何も考えずに無我夢中で頬張ってます。そろそろ豚汁開けます。すさまじい湯気味見。豚汁は昔からニンニク大量で作るので、ないとそれは豚汁ではなくなってしまいます。豚汁でなくなることはないんですけど、ニンニクないと締まらないというか、油っぽくなったままになっちゃうので、私は必須です。少し日陰に入ると肌寒くなるので、まだ汁物とか美味しくいただける季節だなと思います。逆に夏になると食べることないので、このタイミングで食べて本当に幸せです。持ってきた冷凍青ネギが溶けて水浸しになっているので、ティッシュで水気を拭き取ってご飯の上に混ぜていただいてます。ネギをかけても何しても美味しい。味噌味が好きなので、最近お家で味噌おじやみたいなのをよく食べてます本当にお米に卵を入れて食べる雑炊みたいな、長ネギとかキノコとかも入れたりして食べるのが好きです。いちごを完食しました。洗い物したら謎に太ももが水浸しになるという事件発生し、急遽また温めてます。このアルミホイルは熱が上に上に上がってくるので、それを食い止めるためのものです。今回はソレルの靴じゃなく普通にリーボックのスニーカーで来たので、足元が少しひんやりしてきました。なので北海道を足の裏に貼って対策していきます。履いてるベージュのパンツは空町のワークマン女子で買ってきました。あ、前に行った時は特に買うものなかったんですけど、今回はレギンスとかこういうパンツとか、あの普通のジム用のやつで夏キャンプ行ってたんですけど、それだと普通に蚊に刺されたりして
好きにパンツ履いてるのに何ですか、お尻虫刺されるみたいなのがあったので、そうならないようにしっかりと今年は対策していきたいと思います。コーヒーに特にこだわりないタイプなので、いつもドリップになってしまいます。豆とかガリガリガリってしながらやるのもかっこいいなとは思うんですけど、なかなかそこまで手が回りませんそれよりだったら最近流行ってるじゃない、自分の中でハマってるジャックダニエルとかキャンプに持ってこっかなと思ってます。入れたて絶対飲めないって分かってるのに毎回口つけてしまうんですよね。なんでですかね、なんか隔週能力ないのかなって毎回動画編集してて思うんですけどちょっと自分で戒めたいと思います。あれだけの量食べたらそりゃ眠くなっちゃいますよねもう食べ過ぎだなと思っちゃった。今回は薪割る気十分です。前日モーラナイフを私なりに自己最高レベルで研いできました。凄まじい回数研いできたので、普段割れそうにない薪でもモーラナイフで割っていきたいと思います。あとこれ持ち手間違えました幸先悪い。から割れるたびにすごいなんか前髪ちょっと伸びてきたから、揺らしながらドヤ顔するのちょっとうるさいなんだよその顔って感じですけど、すいませんね。久しぶりのバトニングでちょこちょこ割れることができて、私個人的には大満足です。今回は地べたキャンプとっても良かったのでまたやりたいと思います。そのためにちゃんとロータイプのものを揃えたりとかしたいので、何かおすすめあったりしたら教えてください。あとは味噌ご飯とか味噌関連の美味しいご飯もあれば教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。後編は盛大にやらかしますので、そういう意味で楽しみにしててください。悲しいですがありがとうございました。またね。